beautifuls, this is Arum here, and welcome back to Amnesia Memories. Last episode, we spent, quote-unquote, the last day with Yukio. We're still on the last day, but we invited him over to our house, and he gave us a bunch of some crazy stuff where I don't know where he got it from. そこまで?じゃあ、行こう。君の家は向こうだったね。あのさ、あいつ家に呼んで本当に大丈夫だったのかな。Maybe I shouldn't have, because… だよね。とりあえず、もらった防犯グッズはすぐそばに置いておこうね。Yeah, I mean, he gave it to us just in case. Because I have a feeling his evil self is gonna pop up randomly. So I feel iffy about that, but we got all this gear now. Maybe that's what he went to buy at the outdoor shop. お邪魔します。やっぱりちょっと緊張するな。君の部屋で君と二人きりだと思うと、なんかね。テーブルの上のスタンガンのせいで別の意味で緊張感漂ってますけど。あれ、この鏡確か割れたはずじゃなかったかな。え、だって前に来た時に。あ、違う、それは俺の思い違いだ。この鏡はこの世界では割れてないんだったな。 What world are you from? この世界では。やっぱり右京、別の世界のこと知ってるの？あれは、そう、あの日だ。あの大学の事故の前日、7月31日に俺が割ったんだ。え？July 31st。 これ、君の記憶？ Yeah, when was it? It was here, but not...It was something that happened in this room. 君、一人暮らしだったんだ。それでよく俺を家に誘ったね。危ないって思わなかった？俺も別にいきなり襲ったりするようなやつじゃないけど、場合によってはどうなるかわからないよ。俺だけじゃなくて、男はそれが普通。信用しすぎるのは良くないし、隙を見せるのも良くない。君、もしかして今まで他のやつも気軽に家に誘ってた？そう、ならいいけど。でも本当に気をつけて。一人暮らしの女の子にうちに誘われたら、大抵の男は勘違いするよ。え、俺？君が一人暮らしだとは知らなかったから、それはないよ。それに、いくらなんでも、まだそこまで許してもらえるとは思ってないしね。そうでしょ。困ってるね。そういうとこ、かわいいな。そういうのが好きだよ。 Was that our first kiss? That's not a pretty first kiss. もっと俺のことをちゃんと男として意識しないとダメだよ。今だって俺はこの後どこまでなら許してくれるかなって、そんなこと考えてるんだから。ごめんね、怖い。 No, you're not as scary as Toma. だけどこれが俺の本音だよ。だからね、気をつけて。ここでやめとくよ。これ以上先に進んでも困るだろうし。照れてる？顔赤い。まあ、もうそんなに可愛い顔するのは反則だ。The things he is saying sounds like inside thoughts, but he's saying it outside. ん？ああ、お茶ね。ありがとう。逃げたな。冗談冗談。好きな飲み物、何でもいいけど、できればコーヒーかな。あ、危ない。ん？大丈夫。それからごめん。足元に君の携帯が落ちてて、君がそれを踏みそうだったから、君を引き止めた勢いでこの鏡にぶつかっちゃったよ。ひびを入れちゃったな。 You could have just took the phone away. 本当にごめん。後で新しい鏡を買いに行こう。いいよ、遠慮しないで。っていうか、プレゼントさせてよ。お詫びなのはもちろんだけど、君の部屋に俺が送ったものがあるのは嬉しいからさ。明
8月1日は空いてる？ああ、大学行くのか。本を借りてくるだけ？わかった。じゃあその後で買い物に行こう。明日の午後、君の大学の前で待ってるよ。I don't remember going mirror shopping though. We can meet at school tomorrow. We can meet again. I'm so happy. That's what I was feeling, but... どうした？ん？顔、真っ青だよ。大丈夫？横になる。That was when the fire happened? ねえ、今の君の記憶だよね。今度は僕にも見えたよ。でも、何この嫌な感じ。すごく怖いよ。真っ黒い何かが押し寄せてくるみたい。本当に顔色悪いよ。休んだ方がいい。俺がいたら横になりにくいなら、俺は帰るよ。だけど、話があるから、また明日ここに来る。それでもいいかな。But you said today was the last day I'm seeing you. So, no. でも、それは。俺も君のそばにいたいけど、だけど。わかった。じゃあ、こうしよう。ん？鍵はテーブルの上にあるから、俺には届かない。それでいいね。you changed yourself. What? そこまでする？ああ、最初からこうすればよかったな。これなら安心だ。なんか安心のレベルが一般人とは違う気がするんですけど。じゃあ、少し寝てなよ。君の調子が悪くなるようなら、俺が携帯で救急車を呼ぶから。This is weird. それじゃあ、おやすみ。君と話したいことがあるから、起きたら話そう。こう言ってくれてるから少し寝ようか。体調が悪いのは事実だしさ。電気消そっか。どうした？眠れない。やっぱり俺は帰った方が良かったかな。No, it's cool. It's cool. This is just pretty weird. でも、ごめん。少しでも長く、君のそばにいたかったんだ。もう、残り時間が少ないから。Why do you keep saying that? Where are you going? 俺が、君といられるのは、あと、長くて2日なんだよ。Where are you going? それを過ぎれば、多分、俺は。ごめん、変な話して。I don't understand. 詳しいことは、君が目覚めたら話すよ。それまでは、ゆっくり休んで。おやすみ。どうしたの？それ、手錠の鍵だよね。え？ん？君、手錠、外してよかったの？俺は、君にとって、有害だよ。一番、誰より危険な存在なんだ。それなのに、信用してくれたってことかな。でも。ねえ、いいの？ Apparently so. そっか。君は右京を信じるんだ。じゃあ、僕も右京を信じる。君と同じように右京を信じるよ。怯えないんだね。俺が君に何するかわからないってそう言ってるのに、強いな、君は。いや、それとも。わかった。俺も気合い入れるよ。頑張ってみる。君との最後の時間を。あんな奴に邪魔されたくない。あと少しだから、俺は俺のままで君のそばにいたいんだ。What do you mean? そっちに行ってもいいかな。Sure. I'm pretty sure you're talking about my bed, right? あ、君の匂いだ。ごめん、俺なんかが君に触って。俺はね、ひどい人間なんだよ。いや。もう人間と呼ぶのもおこがましいのかもしれないな。You're not human. 俺は、とっくに狂ってるんだ。What? 今も自分が正気なのか、そうでないのかわからない。ただ、それでも、君を抱きしめたいと思うこの気持ちだけは、それだけは、きっと。
おはよう、起きた。そろそろ起きた方がいいよ。でないと俺はもう一度自分で手錠しなきゃいけない羽目になりそうだし。あ、起きたね。おはよう。よかった。起きてくれて。Not even a little title saying it's August 24th. あともう少しで俺は君に何かいたずらしちゃおうかなって欲求に負けるとこだったよ。額に肉とか顔にヒゲとか油性ペンで。そっちか。ああ、ごめん。いい雰囲気だから邪魔はダメだと思って引っ込んでたのに。君、昨日より随分顔色がいいね。昨日は貧血でも起こしたのかな。これなら少し長い話をしても大丈夫かな。結構常識外れの話だけど、黙って最後まで聞いてほしい。これから話すのは俺が事実として知っていることで、運命とでも思ってくれたらいい。最初に君に伝えなくてはいけないのは、ここは本来君が死ぬはずの世界だということだ。Someone told me this, I'll be like, what? え？何言ってるの？8月1日に君が大学で実験棟の爆発に巻き込まれて意識不明になり、回復しないまま25日に死ぬ。それが本来この世界で起きたはずのことだ。だけど君は8月1日大学の校内に足を踏み入れなかった。だから今も無事でいる。そして君が無事でいることで、この世界が本来行くべき未来と君の時間にズレが生じてるんだ。君は25日に死ぬ。それがこの世界での必然であり、この世界での君の運命だ。だからこの世界は君をどうにかして25日までに殺そうとしてきているんだ。 That's some scary stuff. 君はこの数日何度も危険な目に遭ったね。君が気づかずともギリギリで死を交わしたこともある。それは死の運命そのものなんだよ。ただそれにしては攻撃がぬるい。俺の知っている死の運命はもっと過酷で苛烈で回避しようのないものだ。死の運命を把握している俺が君に助言しているとはいえ、こんなに無事でいられるのは本来ありえない。そこには何か理由があるのかもしれないな。君が君じゃないって世界が誤認するような何かが。 Telling me this once I wake up is not healthy. それはもしかしたら君の記憶が欠けていたことと関係があるのかもしれないけど、It's not because Orion's in my brain. 俺には君の記憶が消えた理由がはっきりわからないんだ。なぜ君は記憶を失っていたんだろう。やっぱりそれもこっちの影響なのか。ねえ、君、今の話どう思った？ The story is crazy. 荒唐無稽だよね。おかしいよね。死の運命とかってありえない。でも、それを言ったら僕の存在だってありえないわけだし。今の話は信用できるかな？僕のこと、右京に話した方がいいのかな？ Well, let's not. No. どうした？何か思い当たる節がありそうだね。あ、でも俺には黙っていた方がいい。もしも明確な原因が分かれば奴が出てくる。その原因そのものを潰すためにね。いい、俺がこれから言うことをよく覚えておいて。これから明日の25日が過ぎるまで君には無数の死が降りかかる。注意深く回避しようとすれば大概のものは何とかなるだろう。今までしのいでこれたんだしね。けどその死の運命の中でも君にとって最大の敵が俺だ。俺はきっと自分が生き残るために君を殺そうとするだろう。 What? どうか俺を信じないでほしい。どうか死なないでほしい。 Are you death? 何としてでも明日を乗り越えて君に生きて未来へ進んでほしい。それが俺の願いだよ。それから俺が君と言葉を交わせるのはこれが最後になるかもしれないから今伝えておく。俺は何度君と出会って何度君を失ったかもう数えきれないけど、What? 俺は今も
今でも君を愛してるよ。ああ、わかった。君の言う通りにしよう。彼女が生きていてくれるのなら、君があくまでも構わない。What? 俺の命でも魂でもくれてやる。Oh my god, did he trade his soul to the devil? 俺にはもう、失うものは何もないんだ。That was his wish! Wow. 起きたね。もう夕方だよ。お腹すいたでしょ。Wow.ずいぶん具合が悪そうだったから話しかけることもできなかったけど大丈夫？あれからずっと寝てたね。右京の話ショックだった？だよね。あいつ君を手にかけるかもしれないみたいなこと言ってたし、どこまで本気かわかんないけどあんなこと言われたら。それからさ、君右京と別れ際に何か見てなかった？君に見えている記憶、いや、違う。記憶によく似た何かは、たまにしか僕には見えない。だから、説明してほしいんだ。僕にも、もしかしたらって思い始めてることがあるんだ。君の話、聞かせて。This is some crazy stuff. He traded his soul to the devil.え、誰かと話をする右京の声が聞こえた？ That's what I'm getting from it. なんだろうそれ。僕に影響がないってことは記憶じゃないよね。だとするとやっぱり僕の予想が正しいのかな。あのさ、僕ずっと考えてたんだけど、右京はもしかして別の世界から来たんじゃないかな。こことよく似たけど少しだけ違う世界から。いや、あのね、家庭の話だよ、家庭の。僕だって本気で人間にそんなことができるなんて思ってないし。でもそう考えるといろいろぴったりハマるんだ。右京はもともと別の世界の人で、そっちの世界で君と恋人同士だった。だけど右京は君を実験棟の爆発事故で失った。 He lost us in a lot of placesその後、右京は世界を移動して、今ここにいる君に会った。It's like the butterfly effect. That's the word I was trying to look for. The butterfly effect. It's like, okay, if I don't go poop now, what's gonna happen? But if I do poop now, what's gonna happen? そして、今度こそ君が死なないよう警告をしてる。君との残り時間が少ないとか、もう会えないかもって、そういうことでしょ？君が死んでしまうかもしれないから、もう会えないって。But if I live, he's gonna die. でもって、その右京の記憶を君が何らかの影響を受けて垣間見てるんだ。どう？辻褄合わない？で、会うわけないか。思い出すならともかく他人の記憶が垣間見えるなんて普通ないもんね。だいたい右京が精霊なら世界を移動することができるけど、あいつ人間だしな。 What if he's fused? この仮定が正しくても君が右京に殺意を抱かれる理由はどこにもないわけだし。 It's because he's fused with the spirit himself. Bam! There you go.だいたいあいつの言う生き残るために君を殺すってのが、あれ、まさか、いやそれはそんな残酷なこと、うん、あ、うん、ごめん、なんでもないんだ。 Orion caught on. He knows now. ちょっと悲惨すぎることを考えちゃってさ。でも多分関係ないから気にしないでいいよ。 It's relevant. とにかく今日と明日は家にこもってた方が良さそうだね。右京の言うことを信じるなら、君にとって一番危険なのが今日明日なんだから。But we could be in danger in our house too, like an earthquake or something, or someone shoots at the window. I don't know. それに心配しなくても、25日を過ぎてしまいさえすれば、君はまた右京に会えるよ。
Will I? どういうつもりかわかんないけど、右京は自分の存在も死の運命の一つだって言ってたよね。ってことは、明日を乗り越えてしまえば、それはもう関係ないんだ。I hope. 君は安心して右京に会えるんだよ。I hope they're not gonna be like screwing me over and Yukio dies and he just left me a note. That would suck. だから今日はゆっくり休んだ方がいいよ。ね、そうしよう。Yeah, let's go to sleep. I feel like he's fused with a spirit. If he's allowed to jump around worlds.Because he probably traded his soul. It's hot again. It's so hot, I can't breathe. I'm in pain, I can't see. And this is not a really serious voice. I wonder what happened. What happened to me? Am I going to just die? If so, I'm glad. I'm really, really glad that he wasn't involved. If I had one last wish, it would be to see his face one last time. But...would be impossible. Huh? Did someone just pick me up? I wonder who. I think it's him. I hope so. Then I wouldn't feel so lonely. Huh? おはよう。メールの音で起きちゃった？お、なんだかぼーっとしてるね。大丈夫？メール見てみようよ。Sorry, this is sudden. Are you free anytime this week? I've been talking with everyone about going to Shinano. What do you think? We're planning to stay overnight at a mountain lodge. I'll ask Rika and Mina too. I want to go over the details, so it would be great if we could all meet tonight. No, we're not going! 山荘? No. それって前に右京に警告されたやつかな。行けとか行くなとか両極端な意見だったけど。We're not going. これは断っておいた方がいいよね。だって右京が言うことを信じるなら君は危険なんだもん。 Yeah, we're not going. 今回は参加できません。誘ってくれたのにごめんなさい。うん、それでいいよね。送信。それじゃあ今日はバイトもないし家でおとなしくしてようか。昨日右京が言ってた死の運命ってのも怖いしさ。 It's like the purge. We just have to stay inside the house. We are supposed to pick. I'm curious about Yukio. え、だけど、あのさ、今日は右京には会わない方がいいと思うんだ。We're not gonna meet up with him. だって右京に会ったら君の記憶が戻っちゃうかもしれないでしょ。Maybe. 昨日右京から聞いたように、君がここまで無事でいられた原因が僕と同化してることだとしたら、Like he's fused with someone else.僕と同化してるから、世界が君を殺そうとする力が弱かったんだとしたら。Man, Oren, you're my guardian angel. I have like two. 攻撃がピークになる今日、記憶を取り戻して分離するのは絶対にダメだ。危険すぎるよ。That's very true. 君が右京を気にするのはわかるけどさ。ね？と、メールだ。これは店長からだね。You were in today's monthly photo magazine. I want you to see it, so I'll take a picture and send it to you. なんだろう、フォトって右京の撮った写真が載ってる本だっけ。とりあえず添付見てみようか。な？これは君の写真？ That's beautiful. Wow, that's a beautiful picture. は？I would like adore that picture if someone took that of me. 競争？いいけど、絶対俺の方が早いよ。じゃあ、賭けようか。君が勝ったら、今後俺の名前を呼び捨てにしていい。俺が勝ったら、君は敬語をやめる。どう？うん。そう。普通に喋って、気軽に名前を呼んでほしいだけ。ダメかな。あ、その制服、似合うね。君って可愛いんだな。This is all the times we've met him. あ、いや、別に今まで可愛いと思ってなかったわけじゃなくて。あ、その、なんていうか、今日の君が凶悪に可愛かったから、びっくりして。もう5時か。涼しくなってきたね。涼しいだけで、寒くないのが残念だな。
あ、別に寒いのが好きなわけじゃないよ。ないけど。Timer went off, but we're continuing on. 寒かったら君の手を握る理由になるかなって。さっきのって誰？バイト仲間？いや、別に怒ってないよ。本当に、何でもないから。あのね、食い下がって聞かないで。俺がみっともないでしょ。俺はただ、何の関係もない男に焼いてるだけなんだから。It was a day in springtime under the cherry blossom tree. Wow. Gorgeous! That's gorgeous! 一枚撮らせてもらっちゃった。その桜と君があんまり綺麗だったから。これ、今までの君東京のすべての記憶？Oh my god, is Orin like splitting up with me? Ah, 思い出しちゃったかな。Oh, oops, sorry. Yeah, I remember Yukio now. How could I have not known all this time? How could I forget about him?I met Yukio that spring and reunited with him here in this town. We had a very short love. This memory wasn't erased because of Orion. I lost this memory because I hadn't experienced it in this world. I don't know why, but I think that's the case. ねえ、大丈夫？僕の声、Oh Lord, that's weird. 僕、もうほとんど君から弾き出されちゃったよ。I can't see you, but I can still hear you. そう。よかった。でも不思議だな。僕にはその記憶は見えなかった。ただ弾き出されたから君が記憶を取り戻したって分かったけど。Yuko and I met for the first time in March. We met again on July 4th. And by the end of July, we're already dating. そう。やっぱり Yuko と君の記憶は僕に見えたり見えなかったりしちゃうみたいだね。それで、あれ？じゃあどうして8月1日に大学の前で会った右京は君に久しぶりなんて言ったんだろう？ I was in a different world also. それ、君が記憶を失ってなかったら相当おかしいよね。君が記憶を失ってることを右京が知ってたとしても変だよ。右京との会話を思い出すとそういうこといっぱいあるよ。でも右京は7月にはもうこの町にいて、7月4日に君と再会してたはずなんだ。 This is confusing me. 嘘なのかな。でもそんな嘘つく必要なんてどこにもないのに。Orion, I want to talk to Yukio. I want to talk to him in person. Orion, please. I've gone mad. I want to see him. If the memories I just remembered are true, if I were to die today, then I want to make sure that I can see him now.ダメだよ。君は右京に会っちゃダメだ。右京が言ってたじゃないか。俺は君を殺すって。Apparently I don't care. He would never do that to me.
because he and I are. 確かに右京は君を好きだった。君も右京が好きだった。君たちは紛れもなく恋人同士だった。だけど、We're Romeo and Juliet. 右京には君の死を望まなきゃいけない理由があるんだよ。Because これから話すことは僕の憶測に過ぎないけど、聞いて。右京は自分が生き残るために君を殺すだろうって言ったよね。それはね、多分だけど、君と右京は相反する運命を持ってるからじゃないかな。Wow, so one of us would have to die on this date. Contrary fates? そしてそれを右京は知ってる。どうして知ったかは、きっと右京は世界を何度も移動して。違う、その話は今は関係ない。とにかく、右京は君の敵で、今日は君が一番死に近づく日だ。家に閉じこもって誰も近づけないで今日をやり過ごせば君は生きていられるんだよ。But if that's true, then does that mean if I survive, then Yukio will die. That's why Yukio was trying to. それは、そうかもしれない。Yukio? Yeah, hell no.We die together then, because it's not you die and then I survive. Obviously, my mind, my brain's not here. No, we're dying together. Die together? Well, we're gonna die together. 君と右京、25日までにどちらかが死ななくてはいけないなら、ただ僕たちにできるのはどちらが死ぬかを選ぶだけ。運命を変えるのは神様じゃないと不可能なんだよ。Well, we're gonna ask that god to break the contract or something? あとは奇跡を祈るしか。No. But I, Yu-Gi-Oh is...君はもうほとんど普通の人間だ。記憶が戻って人格や感情も回復してきてる。数日前までの君は死ぬことへの恐怖すらなかったよね。でももう違う。今は死が怖いはずだ。だから右京に死の運命を押し付けても許される。 What? 危ない、後ろ。 Huh? Oh, snap. 大丈夫、怪我は。 What happened?Something just push me? ねえ、やめなってば。戻ろうよ。Wait, I got up after something pushed me. I didn't even look. ダメだってば。だって君はもう。Oh my lord. Oh. ねえ、大丈夫だった？引かれる寸前だったよ。ほら、やっぱり危ないよ。僕が離れてる分、君へのこのままじゃ死ぬよ。この世界に殺される。それでもいいの？ But... メール、Is that a text? こんな時に誰？そう、 I just saw Yukio at the shrine on the way back from work. He said he was feeling well. Did you know about it? Nope, but I do now. The shrineYuko is at the K Shrine. Macho! Sawa no baka! Kimi ganko nan da kara. Good thing Orin can't control our body. Hitome Ukyo ni aeba nattok suru? Suru yo ne? Shite! Tonikaku, Ukyo ni aeu made wa kyouryoku suru kara. Skoshi hanashi wo shitara sugu kaero. Kimi wa jibun no inochi wo saiyousen ni suru nda yo. Ii ne?Thank you, Orion. But where is Yukio? He's by the well, isn't he? 本当に来た。Huh? へえ、あの人が言ってたの本当だったんだ。ここで待ってればあんたが来るって。よかった。ずっと待ってたの、無駄になんなくて。Okay. だよね。せっかく買ったハサミとか使わなかったらもったいないし。
カッターもだよ。You know I could put you guys in jail. ちょ、え、なんか雰囲気やばくない？逃げよう、早く。But Yukio. そんなこと言ってる場合じゃないってば。後でまた来ればいいから、行くよ。逃がさない。あんたずるいよ、いつもひいきされてリカさんにくっついてかばってもらって。リッチ様のこと本気でもないくせに、なんでなのよ。 Obviously because I'm interested in someone else. うわぁ、この子たち君の髪か顔を切るつもりなんだ。 You guys are crazy. まかり間違って首でも切られたら死んじゃうよ。っていうか、多分間違って首とか切られるから逃げて。Can I just kick him?Punch him in the face. I'm scared. I wonder why these girls would do such a thing. What makes them think doing this would do anyone any good? The person who'd be the most sad would be... What? No! Don't apparently. Don't you think doing this would make him the most sad? Ikki would never think that the girls in his fan club would do such a thing.That's why he's taking care of everyone. He's kind to all of us. And you guys are fine betraying him like this? そんなの知らない。 But don't you guys love Ikki? What's the point of making him sad? What do you want out of this? うるさい。あんたうるさいよ。うわ。そんなの言われなくたってわかってる。偉そうに。あんた何様？ね、やしろに閉じ込められた。 Oh my god. 開かない。カンヌキをかけられたんだ。髪の毛切るだけで許してやろうと思ったのに、もう知らない。せいぜい逃げ回りだよ。え、この上何を。 Oh my god. これ花火だ。打ち上げ花火をやしろの中に向かって打ち込んでる。Wow, they don't even care that they're murdering someone. Wow. Wow. You guys know you're gonna be pressed.Charges, I'm just saying. やけどくらいで済めばいいね。No. Wow. Come on! っていうか、なんで花火を常備してるんだよ。 Well, I mean, the festival was a couple days earlier. 何？今の音。 And it's burning! うわ！やしろの壁に引火した。 It's on fire.場所で火なんかついたら。It's so hot. Is this what happened to us? We're always gonna get burned? あれ、なんかやばくない？ Exactly. やばいよ。熱いよ。いい加減にしろ。どうしよう。中が燃えてる。あ、私知らない。Wow. ないし。ででも。Hope you guys enjoy that nice sleep, knowing that you killed me. Oh! It's my fault? Kora! Kannuki hazushite ike! Hatsui! Sore ni kemuri de ike ga...I remember the pain in the ink.
is the fate that I should have walked. 苦しい。ダメだ。このままじゃ。Orin, cut off our shared sense. え?何言ってんの?こんな時に。I don't know what I'm talking about either. You don't have to experience this pain with me, Orin. You tried to stop me, but I didn't listen. That's why we're in this situation right now. I'm the only one who should feel this pain. At this rate, we'll either burn to death or die from suffocating. I don't want to die. I don't want to give up yet. But if it happens, I'm sure it'll be really painful. So please, while you can. Ah, もう君って怖い。感覚の共有は切らない。君が苦しい思いをするなら、僕も同じだけ苦しむ。Orion, you don't deserve this. ここまで一連卓勝で来たんだから、最後も二人で頑張ろう。どんなことになっても、僕は君と一緒だよ。You're too sweet, Orion. I'm so sorry, and... Thank you, Orion. 感謝の言葉と僕からのお説教はまた後で。とにかく今はこの状況を何とかしないと。あ、そうだ、携帯で消防署に連絡しよう。君、携帯持ってるよね。電話して。Is there service? 繋がった。こちら災害救急情報センターです。火事ですか?救急ですか? It's a fire. The K shrine is burning. It's in Z and Toma, Tsushima. わかりました。では状況確認の必要がある場合は、こちらからかけ直しますので。Are you kidding? How soon will the fire department arrive? 近くの管轄の消防がそちらに向かいますので、そのままお待ちください。え?結局どのくらいで来るんだよ。なんかね、そのままお待ちくださいって、この状況で待ってられるか。くそー、負けてたまるか。カヌキ、内側から手が届かないかやってみよう。 No, we can't reach it. じゃあ、あとは It hurts. I can't breathe, Orion. I'm dyingMy head hurts from the lack of oxygen. It's getting dark. At this rate, it'll be like that time on that day. That day, I wasn't able to see Yukio one last time. If that's the case, maybe... Ne? Huh? Yukio! こっちだ! 早く! Oh my god!10 minutes later, holy cow! We're running a marathon or something. 大丈夫か? 怪我は? What's with this music? No? よかった。まさかと思ってここに来てみたら、燃え盛る社の中に君がいたから、心臓が止まるかと思ったよ。ダメじゃないか。危ないって言っただろう。どうしてうちでおとなしくしていなかったんだ。But... でも、もっと言ってやって。僕が止めても全然効かなかったんだから。だけどこれは君だけの責任じゃないね。ん?犯人はあいつだ。君と一騎のファンが神社で鉢合わせるようあいつが画策したんだ。あいつって誰? His other half.とにかく帰ろう。君を家に送り届けよう。 Why is he stable right now? Wait! I wanted to ask you. That's why I went to the shrine. 俺に? Was I your girlfriend? I loved you. I was happy to reunite with you, to talk with you and spend time with you. How did you feel? Did you look at me as your girlfriend?
バカだな、君は。そんなことのために、それを聞くためだけに俺に会いに来たのか。こんな怖い思いをしてまで。俺はね。水？うわ、雨だ。 What the heck? この豪雨。 It's cold. Mother Nature's trying to attack me. 雨自体は大したことないけど、複合で来るとまずい。 It's gonna turn into hail, isn't it? どこか屋内へ行こう。大丈夫。 I'm fine. 呼吸めっちゃ苦しいけどね。全力疾走疲れる。 This is longer than I expected. 駅の中に入ろう。 Oh dear lord. ひどいありさまになっちゃったな。ここから電車に乗ってどこかに、あ、無理だな。電車ごと脱線する可能性もあるし。 It looks speed up in here. 脱線？勘弁してください。雨が止んでればいいけど、すぐに止むようなものでも。え、何この音。エアコンか。冷風が吹き出してきてる。 Is it trying to like make me freeze to death now? 直撃してるとどんどん体温を奪われてしまう。駅員はどうせいないな。いても見つからないようになってるはずだし。My body is drenched. I'm freezing. I can't feel my toes anymore. That's the very important part, apparently. 寒いよね。大丈夫。Yeah. 大丈夫なわけないか。体感温度的には0度以下だ。びしょ濡れで冷風に吹きつけられてるんだから。低体温も危険だ。動けなくなったところに何が来るかわからないし。あ、地上から水が流れ込んできた。What the heck?地上に出よう。ここじゃない屋内を探すんだ。 I don't even. Where's all the humans? 君のうちとは遠ざかってる。いや、今さらうちの中にいても危険度は変わらないか。それにしてもここは。そうだ、ここは危ない。こっちに。足元に気をつけて。え、は、大丈夫。俺が引っ張るから這い上がって。 Oh my god, where the okay?よかった。無事だったね。マンホールの蓋が外れてたんだ。Oh my god. 雨のせいで見えなくなってた。That's my worst fear. Ever. 無事だったけど、すごく怖かったですよ。にしても、こんな連打で来るとはね。今日が君が死ぬ予定の日だからか。それとも、他の理由があるのか知らないけど。これ以上ここにいるのも危ない。次は電柱が倒れてくる。行こう。How do you know all things that are going to happen? It's as if you can see the future. Back when I knew you, you couldn't do such a thing. 俺は今も未来なんか見えないよ。ただ経験してるから、相手の手口がわかるだけなんだ。It's MO. イレギュラーの存在を世界がどうやって消すか、どうやって殺そうとするか。I'm a foreign being. それを誰より熟知してるんだ、俺はね。え、この音。Lord. まずい。今度は雷かもしれない。Holy hell, the world is really trying to kill us now. 雷は避けようがない。まだ走れる。逃げるよ。Okay. 大丈夫。I'm fine. Just out of breath and why we're in front of the school. そっか。君、さっきの煙で、の、仕方ない。屋外よりは安全だ。大学に入ろう。 I thought we were not supposed to go in there. Okay. 雨がないだけでもマシかな。少し休めると思うよ。よかった。ねえ、座ろう。苦しいね。喉痛いね。Yeah, you too, Orion. まさかこの大学で25日を迎えることになるなんてね。君は8月1日、この大学に来て、実験棟の爆発に巻き込まれたんだ。それが、この世界で起きた一度目の出来事だった。歴史は繰り返すって言うけど、結局は、同じ死に方をさせたいんだろうね。今日ここで君が死ねば、すべての辻褄が合うから。We're not trying to die here. でも、そんなことはさせない。
君だけは生きた明日を迎えさせる。ユキョ、 There's one more thing I want to ask you. 何？質問なら今のうちだよ。次は何が起きるかわからないからね。 Do you love me? No, I'm not gonna ask that. If I continue to live, then is it true that you'll be the one who dies? それは…Please, tell me. ああ、本当だ。Oh my god. We might as well both die then. 君が生きて8月25日を乗り越えれば、死の運命は今度は俺に降りかかってくる。Let's just both die. Romeo and Juliet. 俺たちは二人同時にはこの世界にいられないんだ。Why? I don't understand. What? いいんだよ。どうか嘆かないで。俺はね、一度君を失ったんだ。他でもないこの世界で。でも俺はそれを受け入れられなくて、君を失いたくなくて、俺は何度も何度もいろ君が生きている世界を探して。でもね、君と俺が揃って存在している世界はここだけだった。この世界以上に他の世界はダメだったんだよ。それに気づくまでに俺は何度も他の世界で失敗して。 Oh my god。 うわ、今度は何？ What？ 向こうの方から火が出てるよ。当初の予定通り実験棟が爆発したってこと？ Why do we come in here？ まずいよ、どんどん死の運命のレールに乗ってる。右京と一緒に逃げなきゃ。右京？今は23時30分。あと30分以内にお前が死ねば、okay. He's gone. 全部丸く収まるってわけだ。He's lost himself? Huh? たく、バカだよな。お前を助けるために、俺は何度も死んだんだぜ。何？さっきと雰囲気が全然違う。俺はさ、お前が存在してる他の世界へ移動したんだよ。お前に会いたいって、それだけでさ。でもな、ダメだった。8月25日以降もお前が生きている世界じゃ、俺はもともと存在してないんだ。I'm gonna pause right here real quick. Cause I have to take my little puppy out. Cause, she probably peed herself, so I'm gonna be right back.